バレーボールディグ V ディグ第3回。昨年8月、私石川海斗もゲストとして観戦させていただいた V リーグとハイキューの夢のスペシャルマッチが行われました。高校を卒業した主人公日向と影山が所属する V リーグチームに扮して V リーグ10チームから選抜された選手たちが激突しました。ここで大活躍したのがリアル日向のキャッチフレーズを持つ喜入義満。普段はリベロながら最高到達地点337センチという驚異の跳躍力で相手ブロックを次々に破る活躍。惜しくも敗れたもののキャッチフレーズに恥じぬ存在感を示しました。こういうフレーズをつけられる側ってどんな気持ちですか？自分も好きな漫画なんで、はい、素直にちょっと嬉しいというか ありがたいです。はい、山内さんにはこんなキャッチフレーズがありました。こちらです。大きな大きなシンデレラボーイ。はい。山内さん、ちょっと今笑みがこぼれていらっしゃいますけれども、当時バレーボール歴5年で代表候補に選ばれた時につけられたキャッチフレーズと。当時つけられた時はどんなお気持ちでした？めちゃめちゃ恥ずかしかったです。12点とかになったら帰っちゃうんですか？帰れるなら帰りたいですね。そりゃそうだよね。ちなみにノラさんは芸人としてこう何かキャッチフレーズをつけられたことっていうのはありましたか？ありましたね。もうずっと同じキャッチフレーズ、私はただのゲロマブいい女です。ゲロマブいい女。ただのです、ただのです。本当にただのゲロマブいい女、はい、さあここからは選手の素顔深掘り、新しいキャッチフレーズをつけようのコーナー。イエーイ。今回はですね、 V リーグ新シーズンが始まったということで、山内選手、喜入選手のキャッチフレーズを平野ノラさんにつけていただこうという企画でございます。まあ、とは言いつつ、ノラさんにこう何も情報なしではキャッチフレーズをつけられないと思いますので、今回はですね、お二人の基本情報をまとめたものをご用意いたしました。まずは山内選手の基本情報をご覧いただきましょう。まあ、ご覧のようにマプロフィール、いろんな情報あるんですけれども、はい、はい、まあ、ノラさん、何かこう気になるところっていうのはありますか？そうですね、試合前に必ずすること、シャワー浴びるですけども、どこから洗いますか？ここがやっぱり一番最初に気になったところ、はい、これはどうですか？洗う部位で言ったら頭から。頭から洗いますね。でもそれだけの高さがあったら結構大変じゃないですか、シャワー。大変ですね。やっぱりホテルのユニットバスとかって天井ちょっと低かったり、シャワーのカーテンがここら辺もうないので、頭ぶつけたりもそうですし、シャワーの水がどんどん外に出ちゃうということは多々ありますね。で、トイレのところがこう水浸しにびちゃびちゃになっちゃいますね。なってたりとか、はい、入らない方がいいんじゃないですか？試合前に一回すっきりリセットさせたい、まあ、さっぱりさせたいっていう意味でシャワーを試合前に浴びますね。なるほど。なんかアルマーニがブランド、好きなブランド。そうですね、好きなブランドアルマーニで、お財布とか小銭入れとか小物系でやっぱりアルマーニを揃えさせてもらってますね。あのオムライスが好きということなんですけども、はい、タイプはどういうオムライスでしょうか？めちゃめちゃ定番なケチャップかけたベターなオムライスが大好きですね。量はどのくらい食べます？オムライス、卵25個ぐらい使います？25個までいかないですけど、めちゃめちゃ食べます。ご飯は1キロ欲しいです。1キロ、はい、お願いします。要所要所、だから右手が上がるんですけど、キャップをちょっとこう取って、あ、こうひらめいたらキャップを取って降りてきてるんで、どんどん完璧です。はい、さあ続いては喜入選手の基本情報、こちらでございます。はい、こんな風になっていますけれども、ほう、ノラさん、いかがですか？よっくん、なに、はい、呼ばれてます。あ、私はキーボーって呼んでました。キーボーですか？ヤマピーとキーボーって呼んでました。キーボーは初めて呼ばれました。あ、好きな飲み物、ボス、ビト、サントリー製品です。悲しいですね、さすがサントリーさんですよね。
ちなみに喜入選手なんですけれども、はい、まあ、最近お子さんがお生まれになったんですよ。そうなんですよね。おめでとうございます。ありがとうございます。ノラさんもお子さんが最近お生まれになったんですよね、はい、そうなんですよね。おめでとうございます。おめでとうございます。ノラさんのお子さんのお名前何でしたっけ。うちの娘の名前ですか。財前直美です。財前直美さん。よっくんのところは性別は公表してますか。男の子です。あ、男の子、はい、ちょうどうちあの女の子なのでアッシーからお願いします。アッシーからアッシー、メッシー本命という感じでお願いします。古すぎてちょっと分かんないです。あのよっくんは家では割と育児は参加されてますか。はい、もちろん参加します。あ、なるほど、分かりました。決まりましたでしょうか。はい、決まりました。ヤマピーからじゃあ行っちゃおうかしら。あ、山内選手からお願いします。山内選手の新しいキャッチフレーズお願いします。こちらです。アルマーニ、オムマーニ、ヤマーニこれはどういう意味ですか。最終的にアルマーニの専属モデルを目指そうということで、アルマーニをここでもう頭に持ってくる。あで、オムライスが好きということでオムマーニで、最後はヤマピーの山でヤマーニ素晴らしいです。もうアルマーニまでもその将来像も設計させてもらって、はい、めちゃめちゃありがたいですね。それ本心からですか。それいや本心、めちゃめちゃ本心です。そうですか、はい、例えばですけど、はい、ヒーローインタビューの時にご自身でマイクを持ってアルマーニ、オムマーニって言って最後の観客席のファンに、まあいいですね、ヤマーニって言って、ね、完璧。そんなやり方も見えてる見えてる最後に、マイクを渡しますんで、ヒーローの山内選手お願いします。アルマーニ、オムマーニ、ヤマーニこれいいです。これ新しいマイクパフォーマンスとしてもこれ最高ですよ。これ会場盛り上がりますよ絶対。 V リーグでは続いてなんですけれども、喜入選手の新しいキャッチフレーズお願いします。はい、家ではしもべ、コートではボス、美刀男、よよよよよよよくっははははは。家では今赤ちゃんが生まれて家族のしもべということですけど、コートではもう守護神ボスですね。で、まあ、美刀男ですよ、ね、少し甘めな美刀男そしてよよ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 よくんという、もうアナウンサーの人がテンション上がったらもうずっと言っててもいいっていう感じですね。率直な感想で言うとちょっと長いですかでもですよ、これ言ってたら絶対ボスの CM が絶対決まるんですよ。そこまで考えていただいてるんですね。もちろんそうです。ありがとうございます。トミー・リー・ジョーンズのスパイクをレシーブしてるっていう CM の絵がもう見えてるんですでもこれもね、マイクパフォーマンスでできそうですよね。コール&レスポンスでもう。なるほどなるほど。家ではしもべ、コートではボス、美刀男、やっくんでいいと思いますね、はい、それちょっとやってみますか。コールアンドレスポンス、では、やってみますか。今日のヒーローは喜入選手でした。ではマイク最後渡しますんでお願いします。はい、それではお決まりのやついきます。家ではしもべ、コートではボス、美刀男、よよ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 よ。これも盛り上がりますよ。そうですね、盛り上がりますね。ぜひお二人このキャッチフレーズこれから広めていってください。私たちも広めていきたいと思います、はい、ということで今回の V リーグはここまでです。では最後に、今日もこのポーズをしてみんなで終わりましょう。いきますよ、はい、では皆さんご一緒にせーの、V リーグ全然違うんですよさっきから、まあ、すいません。次回の V リーグはおったまげこのかの有名なキラパーですね。もちもちのわらび餅がもうこれめちゃめちゃ美味しいです。これは押せます。
完璧なコースですね。チャンネル登録と SNS のフォローもよろしく。せーの、 V ディグ。